海道熊野川やったかな、客おれへんがな、泥橋巡りの里、
ケーブル周りの草の撤去とかも結構入ってる。
町2号線で崩落があって通行止めの時、この311でやったかな、あの大きなイチョウの木になるところ、あの前の道が311です。逆に走るとトイレのタイミング